今埼玉川口で、治療院を経営しております。でそれも、もちろんコトハ理論、地割り、そういう内容をベースにしてを元にして、やっております。で先ほど前田さんでしたが すごい面白い質問をされたと思ったんですね。というのは地割りっていうのはどういうことかっていうと、小田野先生は空海から続く一生に一回だけ口で伝える信号の多いだらりっていうんですけど、そのとどめの人なんですね。つまりそのだらりはもう必要じゃない。でそれがこの雨かがみ図っていう、これに全部集約されてるんですね。でこの基礎講座っていうのも全部これを、使いこなすための講座なんですけど、ですからこれを使いこなすっていうことで空海が伝授しようとしてたそのエネルギーですね、その世界、それを手にできるっていうアイテムなんですよ。今までだらりで本当にその真言の奥義一生に一回だけ一人に伝える内容ですね。だからとてもじゃないけどものすごい限定されていた、もう秘密に秘密にされていたその真言の内容なんですが、それが皆さんこれで分かるようになる。でそれでこれを私も、まあ、当然こう伝授を受けまして、でこれで地割りをしていました。で自分の実感としては確かに地割りをすれば宇宙の内容構造っていうのは明らかにされるんです。だけどそのエネルギーがなかなか降りてこない、それが僕にとっての一つのジレンマだったんですね。例えば僕は治療っていう仕事をやってますよね。腰の悪い人に向かってちょっと触って痛いのが治るといいよねって言ったら治っちゃった。よくキリストがあるからね、足の悪い人に対して立ってごらんって言ったら立ったんでしょ。明治天皇がこういう歌を作ってます。つまり雨土のいわゆる大自然を動かしてしまうという言葉のエネルギーですね、言霊を、それをもっと極めたいっていうふうに歌ってるわけです。僕もそれを願ったんです。それがこれに集約されてるんです。だけどなんでその確かにこのコトハ理の内容、宇宙の実態、エネルギーが解明されるんですね。だけどそれに感動できない、それをどうやって、何が原因だろう。小田野先生はこれを打ち出したわけですから、もう通過だったわけですね。でも先生との違いは何なんだろうっていうことをずっと僕の中で疑問があって、どうすればいいんだろう。でそれを気づいたことを、まあ、少し皆さんにお話ししていきたいなと思いますが、先ほど前田さんがじゃあその熊本地震陰謀論なのか、それとも、神のその浄化なのか、どっちって、どっちでしょう。それが地を割るってことで
これに全部その情報が入ってるわけですね。それから地震が起きたっていういろんなことがありますけど、あるいは日時、それから、まあ、これは数でありますけど、それからマグニチュード、震度もこれも数であります。さまざまなこの熊本っていう字と音とそれから数に全部の情報が入ってるんです。それを前田さんが地割りをやるってことによって下ろされるんです、その意味が。ですから今まではあの人がこう言った、この人がこう言った、ここではこう言った、ネットの情報なんか本当は焦った信頼ができません。でも自分ご自身が地を割るってことから下ろされる転身ですよね。それは天と自分とのつながりなんですよ。それが地割りの奥義なんです。ですから一人一人が神通詞っていうんでしょうか、一人一人が上とつながるそのテクニックなんですよ。だから人に聞くんじゃなくて、前田さんご自身がここからもたらされる天から伝心を受けるインスピレーションが大事なんです。ところが今までは熊本っていうとこの概念が邪魔をしていて、この文字に秘められている、まあ、概念を割った世界ですね、天の意味、それからエネルギー、それに対するその意味合いっていうものが封印されてるわけ。それを解明する一人一人に下ろされていくそのまあ一つのこのフィルターですね、これを元にして字を割っていくと、前田さんに熊本地震の意義、それから意味、自分に対する天からのメッセージっていうものがもたらされるっていうことなんです。でさらにそこでじゃあそれが地割り側、それやればいいんですね。で割ったとします。まあ今簡単に僕が今インスピレーションで出るのは、また熊本っていうのが小田野先生とものすごい深い、小田野先生のお父さんが、細川殿様のもう子供の頃から語学言っていうんでしょうか、相談役でずっと一生来てた。で小田野先生、小田野家とその細川熊本ってものすごい深い関係、それが今回揺さぶられたって僕に対するメッセージですよ、これは。熊でしょ、熊のことですよね。ここで真空が出てくるんです。で真空っていうのはですからこれ簡単に分ければ働きでしょ、働きエネルギーそのものが真空、その元が揺さぶられちゃって小田野先生とものすごく深い、それが揺さぶられてるってことは僕に対してはいわゆるそのエネルギーがお出ましになる。それが、まあ、2014年から冷戦がつながっているその内容とリンクしていくんだな。ですから一人一人が地割りを通して上とつながるのが真意なんです。外からの情報に翻弄、それも参考するのは大いに結構なんですよ。だけど今まで皆さんそれに揺さぶりをかけられている、そうじゃなくて一人一人が伝心能力を高めていきたい次第。それで今日は何を話そうかなと思ってたんですが、前田さんが非常にいいヒントをくださったので、じゃあその能力をどうやって高めればいいのか、これに亀鏡図から
もたらさられる地割り、それにどうエネルギーに感応していけばいいか、それをちょっとアピールしたいなと思います。どうでしょうか。瞑想の世界でもつかめなかった、難行苦行してもつかめなかった、でもできる時代だったんです。能力は抜いたんですよね。両手出しましょうか。で、利き腕どっち？右手。じゃあ利き腕出しましょう。利き腕の手のひらを集中してみてください。反対側の手しまって、で、力を抜いて、ただ目を手のひらに当てて集中する。それで、OK ですね。一回ぷる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 って。能力、言葉のエネルギーをチェックしてですね。じゃあこの両手を感情線と感情線合わせて、で指の長さ見てみましょう。どうでしょう、同じですか。感情線って小指の下に出てる線ですね。これを基準として指の長さをチェック、チェックしました。できました。じゃあもう一度右手を見ましょう。右手だけ、引き腕、引き腕、反対側の手しまって、もう一遍集中しましょう。いいですか。で、言葉のエネルギーですよ。指が伸びる、言ってみましょう。指が伸びる、で見てみましょう。まだまだまだめっちゃ気持ちいい。指が伸びる、指が伸びる、伸びる、伸びる、指が伸びる、伸びる、伸びる、指が伸びる、指が伸びる、指が伸びる。今は15秒ぐらいね。じゃあ合わせて、同じように合わせて。もう動いた、動いた。どうでしょう。あ、伸びた人。5ミリくらい変わった。5ミリですね、素晴らしい。10ミリくらい。つまり、これは何だったら、言葉のエネルギーですよね。力で引っ張ったわけじゃないですよね。つまり、言葉っていうエネルギーは、雨土までは動かないんですけど、指は動いたんです。そう。言葉のエネルギー。じゃあこの言葉のエネルギー、雨土まではいかなくても腰の痛いのよ治れ、あの人がこうなればいいな、お金がもっとこうなればいいなとか、そういう言葉のエネルギーを強めたいわけです。で、僕自身にしてみれば、仕事柄痛いのが取れろだと、そういうのが目的だと。それまでは僕はもうとにかく小田野先生と出会った時、これが全てだと思った。ですから治療も、治療よりもこの基礎講座をどん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 皆さんにアピールしていくっていうことが治療になると思ってた。でも残念ながら
僕もずっと基礎講座開いてましたけど、この講座を聞いたからがんが治った、腰の痛いのが治ったって人が出なかった。それで確かにこの内容なんだけどな、でもなんで体も良くならないんだろう、なんでもっと健康で豊かでそれから安らぎに満ちた間に合ってる世界が開かないんだろう、理論は入ってるんです。だけどそういう世界が自分の中に開かれない。何が原因だろう。確かにここに全部真言の奥義のだらに以上の内容がこれに入っている。一応使いこなせるけど下ろせなかったわけです。でその辺を言葉の何がブロックしているのか、そしたらどうすればその今ね指が伸びろって言ったのが伸びる。指だけじゃないですよね、使えるものは。腰がでも使える、頭の痛いの取れるのに体だけじゃないですよね。あの人がこうなればいい、子供がこうなればいい、仕事がこうなればいい、使えますよね。あるいはこれは念のエネルギーですから時間空間関係ないです。アメリカにいる人、フランスにいる人、その空間、地球上どこでも行けますね。それがだからテレパシーです。あるいは亡くなった人、次元を超えますね。なぜならばその念のエネルギーが断るからです。これは光が透明になったエネルギー。最高の走りということですね。終息ということ。じゃあどこまでがトップかっつったら、この速度っていうのが無限分の1秒で無限大を一周するはず。これが止まっているっていう速さ。今っていう瞬間に無限大を一周して今に戻っていく速さです。それが絶対を構成している。実は動いているんだけど止まっている。目標なんですけど無限大っていう国内を作っている。これが絶対界を作っているエネルギーなんです。ですからどの次元にまでも行けるそのキャパシティを持っているんです。我々が今この使い、ただ指が伸びれっていうレベルだけではもったいないんです。次元を超えるだけのキャパがあるんです。だけどそのキャパが封印されている。でそのためには能力アップをしたいんですけど、その要は脳なんです。先生は命って何って命って生きてる状態から死んだ状態引けば命が出るっていうそういう考え方をされました。そうするとまず客観的な生命現象としては肉体があってそこに動きがある、動けば必ず音と温度と、ですからここに横たわっている人が動いたとなれば生きているんですね。ですから客観的な生命現象っていうのは動きと音と温度がエネルギーで、このエネルギーがさっき言った宇宙を作っている、真空透明を作っていることがある。それが全ての言葉の大元である言葉を司っているということがこれになっている。だから我々の
授かっている命は行動が、これが命なんです。だから主観的な生命現象としてはないんです。生きている状態だと感覚があります。で感覚に伴って感情があります。で死んじゃったら感覚がありませんから、無感覚、そこに伴うその感情ってなってくるんです。主観的な生命現象っていうのは感覚に言葉がそこに加わることで感情を作ってますから、主観的には感情と考えています。ですからここにつねったら、つねったこの突き角に対して意と他と意っていう音がつくと、痛いなこのっていうふうな感情、不快感っていうのが出てくる。だから感情って何かって言ったら感覚プラス言葉で、このエネルギーが命が小田野先生はこの命が秘伝、ここに生命伝示場、これ観能に生命伝示場がある。ここに琴葉のエネルギーが絶えず絶えず、これ瞬間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 絶え間なく入ってきて、それが生命ラインとして中丹田丹田とで、これでこれが肉体を動かして、そういうふうに説明されました。そうすると能力、生命力ですよね。生命力を高めるということが、今まで僕は自割りばっかりやってたんです。だけど主観的な生命現象に気づいたんです。じゃあここに入っているんならば、このラインを強めたらどうなんだっていうふうに響いたんです。今までここのことばっかりやってた、ここの生命電磁場の内容が音波で文字に、これは音の世界、音をとどめているのは文字ですから、文字を分ければその命の本質が明らかにされる、一生懸命でした。だけどここに降りなかった。ここに降りたら言葉を、雨土を動かすとこまでいかなくても言葉のエネルギーはもっともっと強まるはずだ。ここまでいいでしょうか。どうでしょうか。そうするとこのラインっていうものが、皆さんいろいろリンク考えられる。
まあ、いろいろ理由を、このラインを通すってことは、個人党的に言えば雨の御中主を立てるっていうことになるし、仏教的に言えば安住立法。まあ、いろいろ出てくる。ヨガで言えばチャクラの入ってるライン、セシメント。で、肉体の次元で言えば、この中心軸の生命が入ってるわけですから、自律神経じゃない。こういうふうに考えています。ここまでいいでしょうか。そうすると、要はこのラインが出れば、生命力のアップだし、昔から言われている丹田の強化っていう意味は、いわゆる丹田はもともとはあるんですよ。だけどどこかでブロックしてるかって言うんです。そうすると一番詰まるとこはどこかっていうと、チャクラというと鼻、中だ。なんでですか。小田野先生と自分自身を、小田野先生との違いなんだろうってことでちょっと掘ってみたんです。一番の違いは、小田野先生は怖いものだった。僕は怖いものだった。悪い子になるとお化けが来るぞとか、悪い子になると警察に連れてかれるぞとか、ヤソルブローマまで来るぞとか、あるいはこんなことしたらどうすんの、そういうその怖さを刷り込まれてだから自分の本当の正直な気持ちをここに封印してきちゃったんです。そうすると言葉の使い方としてはどう見るかったら、こうあらねば、こうあるべき、こんな自分じゃいけない、無意識、無自覚ですけど、これをやってきて育ったんです。だから本当の自分の正直な気持ちを封印して、こんなのやりたくないんだけど、これやっていかないと怒られるからしょうがないからやるとか、これを勉強したくないんだけど将来いい学校いい会社に入らないと大変になるからとか、いわゆる抑圧があったんですね。さらに親は厳しくて体罰があったり、いわゆる恐怖での、ね、刷り込みにしてたね。だから小田野先生は何一つ怖いものだから、よく先生が話してくれたんですけど、お父さんの親戚関係の人がやっぱりもうちょうどその明治にしたいですから、いろんなその親戚の人が東京に来て、おじさんなんだよ、小田野先生に出して、そんなことしてたらお化け来るぞとかって言うと、先生は、え、お化け見たい、連れてってとかそういうふうにいつも反応する。だから小田野先生は怖いものがなかったために、どういう音を使ってたかったら、何何それ何って追求していく以外なかったんです。僕も僕多分皆さんもそうだと思うけど、ではべきなんです、こうあらねばこうあるべきだ、それも自分の子供にも、あなたはこうあるべき、こんなことじゃいけない、そういう音の使い方を伝承してるし、あるいは刷り込まれてる。ですから小田野先生は何々の音にだけに生きていましたから、当然自分とは何、命って何、ずっと追求していくと、何とは何っつって言葉だっていう、それで言葉の本質っていうことを下ろされちゃった。
それが高等学科ということですね。まあ、それが、まあ、ちょっとこっちを聞いて。ですから、ここのブロックなんですよ。で、これをブロックしているのが、ねばべきっていう音の使い方、ジャッジ。これが非常に落とし穴で、これが自己否定してますから、無意識ですよ。無自覚ですよ。で、自己否定しているってことは、過去を否定してるんです。今を認められてないんです。ですけど、皆さん知識はありますよね。今、ここ。生かされている。でも、根はべきでジャッジしている。ですから、いくら今まで僕はね、ことはりのお勉強をして、皆さんもいろんなそのスピリチュアルなお勉強、あるいはいろんな知識をお持ちでしょう。でも、知識はあっても、ここでブロックしているから生活ができないんです。下ろせない。つまりさっきやった、言葉のエネルギーの出力が弱い。それに気づかされたんです。ですから、僕は、言葉の本質を学んでも言葉の使い方しない。つまり言葉の本質は愛ですよね。でもその言葉の本質、愛を学んでもジャッジしている言葉の使い方をずっと続けている。そしたら降りてこなかったんです。そこで気づかされたのが、自分を割るのが自割りということなんですが、このブロックに気づく前は自分を割るってなると反省ばっかりしてる。もっと清く正しく美しくあるべき、あらねば、浄化せねば、そのためにはこんなの食べてちゃいけない、こんなことやってはいけない。でも自分を割るってことはそうじゃなくて、自分をいたわるということですから、割ると勝つということを申しますよね。このカタカナの組み合わせで何て字になるか、まあですね、最初は次つか、いたわってしまう。で、僕はこれに気づいたときに、ああ、自分を否定していたんだ。だからだった、そっかそっか、無理なかったって音が出た。で、そのときに、そっかそっか。だからだった、そうか。でそうかそうか無理なかったってことは、その音の持ってるエネルギーは過去を否定してますか、認めてますか、どっちでしょう。ねばべきは過去を否定してる音なんです。ですからそのエネルギー、その言葉の使い方を続けていく限り、いくら知識を構築してもなかなか降りない。だけど、そうかそうか無理なかったっていうのは過去を肯定できている音なんです。今を近づける音がエネルギーです。ですからこれが、この3つの組み合わせが、そう、うん、か、いたわるっていう。だから自分を割るってことは
自分を否定することじゃなくて、もっと清く正しく美しくじゃなくて、自分をいたわることなんです。そうすると、ここの穴形のブロックが、凍結麻痺が溶けていく仕組み。そうすると自然とここに降りる仕組み。まあ、その辺のところをちょっと、だからこれが自律神経、だから中心軸って言ったら中の心って書くでしょ。だから中の心、これが中の心を塞いでるんです。だから当然視線としてはこうから少なから今オーバーですけど、こういう視線になる。例えば怖いって言ったら反射的にこうなるでしょ。だからこの情報が皮膚に蓄積される。だから僕は皮膚み信じてさっき言ったけど、僕の皮膚みは皮膚と身に全部信じされている。つまり体に全て情報が入っている。だから抑圧された、あるいは幼少の頃、あるいはもっと遡ってお腹いる時、あるいは前世、その情報も全部皮膚みの緊張として情報が蓄積されている。だからそれを緩めてあげれば、スイッチ入れてですよ、この緊張、この病気、この痛み、どこから来てたんだろうってスイッチ入れてて緩めてあげると、それがバーッと出てくる。ウエーッと泣いて、だからだったんだ、そうかそうか、無理なかった。そこでその音を回してあげると、その音が36度の温度、暖かい温度、温度である光を持ってますから、これが溶けていく。そうすると降りていく仕組みですから、必ずこの自己分離している状態っていうのがこうブロックさせて自律神経を緊張させている。そうすると自律神経っていうのも、つまり自律神経ですから、オートマチックにつながっている神様の知って読めるでしょう。でこれを緊張させたままお勉強してたって、知識では緩まないんです。緩むとその知識は降りていく仕組みだとつくづく思うんですね。で自律神経の中枢はここですよね。末端は皮膚なんですよ。で皮膚っていうのは面白くて、耳は2万ヘルツまでの波動音しかキャッチできませんけど、皮膚は2万ヘルツ以上、どこまでもの波動、微妙な繊細な波動をキャッチするセンサーなんです。ですから皮膚の皮膚がこれアンテナですから、この皮膚の感能力が中枢の感能力、つまり自律神経の 中枢であり末端なんですね。これでつながってです。で解剖学的にも受精卵が細胞分裂して、まあ、中胚葉、外胚葉、内胚葉分かれるので、外胚葉が皮膚と脳につながります。脳と皮膚が直結、同じだから皮膚を活性化した、自律神経の末端を活性化した。ところが抑圧が強いと、うちによくあのトラウマで来る人もいるんですけど、ものすごい抑圧があると皮膚感覚が麻痺した。だからリストカット何本も5本もある、全然痛くなかった、痛くない、あるいは精神疾患ちょっと、まあ、冬の寒いのに T シャツが痛い、これがもう麻痺してる。だから当然ここの緊張がある。まあその辺のとこを、何時までしたっけ、5時10分前、
じゃあちょっとそれはちょっと今日は皆さんの感応力を高めたいなと思ってますんで、つまり自律神経の緊張緩和を今日ちょっと測りたいと思ってます。これ骨盤なんですけど、自律神経緊張だと必ず骨盤が歪みます。その骨盤の歪みっていうのが脚長鎖、足の長さの違いで出るんですよ。鈴木さんがいいか、ちょっとすいません、皆さんちょっとこちら前に来てもらいますか。で、足の長さのチェック方法をちょっと。で、目を閉じて、皆さん見える？で、真ん中で膝と膝をつける。そうすると、鈴木さんを置いて。この人はほら、膝の長さを置いてる。バランスがそう。はい、大丈夫。私、ちょっと、さっきと同じ。そうそうそう。もうそろう。で、それを、だから足の長さが揃うってことが、骨盤の歪みが取れる。ずっとこう押さえててあげられればいいんだけど、そういうわけにもいかないから、これは筋が使用テープ収縮性のあるテープを切ってましたし、これを外側からこれ指の第一関節、これでもう一回トン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 出し、これで揃ってる状態。これが足の長さが、あ、高いですよ。足の長さが極端ですけど、こういうふうに長かったとしますよね。ちょっと骨盤こっち前に出てると、ね、そうすると骨盤はこっち側の向きですよね。でも体は正面に向こうとするから、状態はこうねじれで、この状態が一番分かりやすいのが足を組んだ状態。そうすると骨盤が、膝がこっち前に出てきます。こうなりますでしょ。で、骨盤は角度というか、こっちが高いから斜めですよね。で、背骨で言えば本来ならこういくはずなんです。骨盤に直角なんです。すいません。でもこういうふうにちょっとするから、それがねじれる歪みになってるってことね。これちょっと皆さん、せっかくテープ持ってきたんで、お一人ずつちょっとチェックしましょう。はい、で、トントンとさっき足踏みしてて、はい、結んで浅く座って、目閉じてギュッと中で膝をつけて、これだけで骨盤の位置が整うから、自律神経の緊張が取れやすいと。そうすると自律神経緊張緩和っていうことが、いわゆるパソコンで言えばフリーズの解消ってこと。はい、はい、次どうなったか。先に今日は皆さん感動力がありました。はい、やばい。
外側から内側にこっち中心に向かってちょっとテンションここで一回回し込みしてみましょう。そろそろはい、どうぞ。皆さん、ブルーが少ないです。だから足組む人っていうのはもう必ず言われると思う。はい、どうぞ。これ、あ、やらないんですか。いいですよ。もうちょっと浅く。優しいの。ピッと靴。違うな。違うんですね。でこれを倒していくと今度は霊感長官が、ああよかった、宿屋さんにもっと質問するから、いわゆる響きやすい条件ですよね、はい、自律神経の末端の皮膚感覚が高まってきます。はい、OK、はい、すいません。もうちょっと先にやっていけばよかったですけど、頭の大きさチェックしてる機械だったんですね。一番頭の幅の広いところに両手で包み込むようにして頭頂部に向かって頭の大きさチェックして、それを覚えてて、頭の大きさね、なんでかというと調子悪いと頭大きいんですよ。時間があんまないから、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい。で、膝と膝を切って下げて、うん、いいですよ。いいですよ。大した問題ない。その足組まない。昔は組んでました。今は整えてます、ね、うん、やっぱり違います。はい、どうぞ。膝を曲げて、問題ない。もう素晴らしい。大丈夫。やっとらなくていい。鈴木さん。あ、はい。鈴木さん、この間やった。はい、やった。いらっしゃいよ。やっぱり怖くないから、ほら。そんなことです。最高されるわけじゃない。こう、こっちが座るだけだから健康になると締める。そうよ、健康になる。すごい締めてる。締めすぎちゃう。で、この情報をこうやってやってる間は情報が入ります。これでもいいです。あ、じゃあ少し赤いのがちょっと赤しいよね。どうぞ。触らないね。でも若干こっちの方遠いの。まあいいですよ。これに活かしようとする。
左は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 左フィジカルからのアプローチね、パソコンって言ってみれば皆さん無自覚ですけどフリーズしたパソコンでいるんですよ。だから情報いくら入れてもなかなかサクサク動いてる。足は歪み大きいですよ。来たってこと、あ王様分かんない、分かんないです、でこの情報をこうやって体に落とし込んでいけば、だん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 取れます。それとあともう一つちょうどこれだけです。そして今客調査が整ったってことでこの前後の歪み取れた。で丹田の話をちょっとしますけど、丹田の受け皿が実はこの仙骨なんですよ、ね、そうすると見えてきません、ね、このラインが通るってことは骨盤で言えば 今までこういう姿勢だったら骨盤が寝てる状態、仙骨が張ってる状態なんです、ね、ですから仙骨、これ人間の尻尾ですよね、皆さん方が張ってるんです。でもこれからやるのはこの終わりをやります。でこの仙骨、これ骨盤を寝かしてるのはこの大天使っていうものです。大腿骨と骨盤です。必ず骨盤が寝てる状態、尾が張ってる状態はこの大天使がロックされてます。そうこの大天使のロック解除でこの緊張解除でこういうふうに起きていきます。これをこれからやります。そのコツはもしこうやって足肩幅が開いてぶつからないようにもうちょっと、ほんで板割りですから軽く交互にこの大天使ここがちょうど手のひらこう自然と力を入れるともっと軽くや軽いほどエネルギーをつけています。板割りです。なぜかというと強くやると防御反応が出ます。体って非常にデリケートです。でその時に音のエネルギー我々は使いたいわけで、そっかそっか見れなかったですか、か両方だとダメです、片方です。だから手をだらーっと抜いた状態でそっかそっか見れなかった、問題ない問題ないっていう音を回します。弱きゃ弱い方で、仙骨も軽くいたわりで割ってみましょうね。こういう形トントントンと、その時の音を使います。そうかそうか、あと詰まってるところですね、ここもトントンと、そうかそうか、あんな、あとここが前頭前野、ちょうどでも直腸、ここが思考と感情です。ここもそうかそうか、これをちょっともうワンサイドで軽く軽く、そうかそうか、
で今これ何やったかっつったら、この大停止のロック解除やってもう終わったわけです。終わって始まります。でつまり、まあ、先に忘れないうちに頭の大きさ覚えてます、ね、チェックして最初と比べてちっちゃくなってませんか。ちっちゃくなってるでしょ。つまり降りてきた。つまり OK、 じゃあ皆さん座らない。ちっちゃくなったと思うんですがいかがでしょう。頭ちっちゃくなりません。ちっちゃくなった人ちっちゃくなるってことはこの中に入っている脳脊髄液の流れが良くなる。つまり調子が悪いってことは脳脊髄液が滞留しちゃって頭が痛い。だからだいたい年を取ると若い頃に比べると頭が老人だと大きくなる。であるいは調子が悪いと頭でかい。だから昔の殿様時代劇なんか見るとねじれ鉢巻きしちゃうでしょ、病気の時。あれ頭ちっちゃくしたサポーターの原理もそうです。悪いところ、疲れたところっていうのがむくんだり足が大きくなる。だからサポーターでやる原理をちっちゃくしたい。今それは今皆さんは大天使のロック解除、それから貼ってた方を板割ったわけです。そうするとこのこういう風な姿勢で音のエネルギーでもってこのブロック解除した。そうすると念の出力が上がるっていう状況。パソコンで言えばフリーズが解消した分入れた情報はサクサク。じゃあもう一回やってみましょうか、ね、一回プル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 ってやってで両手、感情線と感情線を合わせて指の長さをチェックして、ほんで、はい、聞いてみて、指が伸びれ、見て、見て、これを見て、見て、見て、指が伸びれ、集中する。あ、OK、これで合わせて指が伸びれ。さっきよりも伸びてますね。あるいは時間が短くて、今は5秒経ってないんです。それ念の出力を上げるっていう。だから言葉のエネルギーを高めていくにはこのラインを通すしかない。言霊を下ろすってこのことなんです。知識じゃ下りない。でもこれを通して自分をいたわってあげるとその培ってきた知識は下りる仕組み。そうすると面白いでしょ。大天使これに通じるじゃないですか。これ大天使なんて言うんでしたっけ。ミカエル。ミカエルは自分の中にいるんですよ。だけどロックしてるからお出ましにならないだけ。そうすると今皆さんこの大天使のロック解除やったから大天使が出たでしょ。だからこれが体が変わるんですよ。ミカエル、ミが変わる。つまり自律神経の緊張緩和なんです。生命力の活性化なんです。それをヨガ的に言うと蛇もミですよね。蛇が変える。ここに眠っていたクンダリーニっていう蛇で象徴される生命エネルギーがここにガーンと帰ってくるわけですよ。それが覚醒状態を醸し、エネルギー的に言うんですよ。だけど身が帰る、クンダリーニが上がってく、帰ってくにはまずこのブロック解除しないことになる。だからアナハタチャクラが開発が一番難しいっていうのはそういうこと。なんで無意識ですけど自己否定。だから体からもアプローチしたい。で、人間の体っていうのは自然環境とものすごく密接なわけであっているから、だから医療費が40兆超えてるっていうんでしょ。
最高でしょ。つまりそれだけの医学が進歩したといったって病人と病気が減ってない。それは大元はその環境の悪さもあるんですけど、皆さん言葉の使い方を恐怖でベースになる。それはさっき話が出たイルミナティが操作してるかもしれない。お金がないと大変なんだ、こうなると大変なんだって。でもそれに、ね、コントロールされているってことは皆さんいろんな情報でうすうす気づいてるかもしれないけど、言葉の使い方ねばべきをやめてないんですよ。だから自分自身の天と自分との関係性っていうこのラインがなかなか降りない。だから情報に揺さぶられる。だから地割りをしても本当は天とのコミュニケーション、天からのメッセージなんだけど、これに感動できない。だから前田さんが客調査をこれで直して大天使6解除して、ほんで地割りでこれやってたらこの字を何回入れたいな、この字を何とか打ちたいな、あーっていう風に天との伝心能力が高まる仕組みだ。でもそれが客調査がずれててこれが詰まってたら知識はあるけど感応はできないんですよ。だから全部エネルギーですから、エネルギーを考えても高まらない。エネルギーを感応することで高まる。だからさっきの皮膚の感応力2万ヘルツ以上の波動に感応する、このセンスを高めたい。それをフィジカルからのアプローチをしたい。だから皆さん大事に、そうかそうか見えなかったってこういう状態でこれをパッと止めたそうかそうか、これでロック解除で、あとは板割りの音をどのくらい、それが大天使の仕組みなんです、ね、全部答えは自分の中にあるって知識はあるでしょ。自分は天の分け御霊だって知識はあるでしょ。でもその実感はないじゃないですか。僕はなかった、ね、なんでここのロック怖かった。音の使い方を知らないで、ねばべきの音の使い方を知らないで、お勉強をずっと続けて、知識はあるけど、頭でっかちよね、文字通り。で、それがね、自分ですよね。ことが自分と、イコール言葉の使い方が全ての現象を見るっていうことなんですけど、この字がすごく面白くて、最初アダムとイブの時代はこのまんま、そこに蛇にそそのかされて善悪を知るものとなる、知恵の実りんごだ。そうするとそれっていうのは横の言葉、地上の言葉、1は2を2、2は3を2、こういう。そうするとこれがいわゆる自分の本質、真理。これは地上の言葉、横の言葉でできたのが地。善悪を知るの、つまりリンゴを食っちゃったと知恵の実。そうするとリンゴっていうのを当てはめると横の言葉を回した結果なんですね。地上の言葉リンゴ、それが地盤です。そうすると自分のいわゆる天と分断されちゃったわけです。リンゴ知恵の実を食べたために分断されたがゆえにつながろうとするわけですよ、ね、でつながるためには教えが必要。それが宗教の大統領じゃない、大統領じゃない。
こと宗教だとつながるためにはこうあらねばならない、こうあるべきだっていうねばべきが教えになってくるわけです。そうするとさっき言ったみたいにパラドックスでねばべきの音の使い方が実はますます分断を強めちゃう。だからこういう話しながらクライアントさんこうやってると前世情報が出てずっとねばべきで行って難行苦行していたビジョンが見えますって。多分皆さんもそうだ。つながりたいがゆえに前世で難行苦行してねばべきねばべき、こんな自分じゃいけない、自己否定しながら一生懸命つながろうとしてねばべきにロックされたと思うんですよ、こういう縁が。でも言葉の本質ってことがこれで解明されると板を割ればいいってことでしょ。板割るとこの板を割ればいいんですよ。板割るってことは板は横の板を割るってことですよ。つまり自我の板を割っていく。何でもって時系で言えば愛ですよ、縦の言葉は愛ですよ、アルファベットは愛、縦の言葉、つまり天の言葉ね、それは愛しかない。天の言葉には憎しみや否定や怒りや悲しみはない、全部愛だから、そうかそうか無理なかったっていういたわりの音でその今までの自分のドロドロした許せなかった悔しかった怖かったその感情をいたわっていけばいいわけ。そうかそうか、それがさっきの音のエネルギー、そうかそうか無理なかった。そうするとこれを字が終わってきますよね、縦のこと。そうするとこの字形がなんて字になるかったら、シュートロッロって現れる。神様が自分自身の中に現れるってことで。そうするとこの実感が全部答えは自分の中にあるんだよ、神様の分け御霊なんだよっていう。いたわることで出てくる。だけど今まで言葉の使い方ってのは分かれてないですから、このいたわりが出るまではこの自我を否定してたわけです。これ分離がありますから、本来性はこっちなんだ、この自我じゃないんだ、だからこの分離を埋めるためにこうあらればこうあるべきだっていう一生懸命やる。いたわるってことが分かんない。だから自分を振り返ってもそうなんだけど、長い輪廻を振り返してて初めていたわるってことができた時代だなと。それまではずっと分離されていたがゆえに、こんな自分じゃいけない、もっとこうあるべきだ、つながるためにこうあるべきなんだってずっと自己否定ねばべきのことに、つい数年までやってたわけです。だからそれをまた例えると、これ氷山、こっちは海の、こっちの氷氷って表面よりも沈んでる方でしょ。でこれはだから潜在意識だ、こっちは潜在意識だから、海の底に沈んでる潜在情報は真我の情報を持ってるんだけど、いかんせんこの潜在意識大脳神経質にとらわれてこっちにいますから、そうするとこっちじゃないよって皆さん気づいてるわけです。だから上の氷じゃないよ、氷じゃない、もったいない。でもこれ取るとノーティス、なんて言うんでしたっけ、気づきですよ。
これは皆さん分かってるんですよ。この顕在意識、こっちの海の表面に出てる顕在意識じゃないんだって、それが分かってる。でも我々がこれからやりたいのはもう一つの気づき、気づきにはもう一つ、アウェア、気づき。これローマ字読みしてみてください。自分をあれ、暴れ、こそ割るってことは、さっきも言ったみたいにいたわるってことでしたよね。自分をそっかそっか無理なかったっていたわっていく。そうするとその音のエネルギーはどうするかだったら、今までがっちり捕まっていた感情から少し離れることができるんですよ。捕まってたら絶対いたわりの音を回せません。その音のエネルギーが、いたわりの音のエネルギーが感情から感覚にシフトしていく。その隙間に天からのエネルギーが入ってきます。それが気づきなんです。気づきがエネルギーなんです。パワーアップなんです。だからみんな寝がべきだとどういう状態かって感情に良くされて、過去の出来事に縛られて、将来の不安に縛られて、だから寝がべき、こうあらねばこうあるべきだってなってるわけで、だからそれを痛まっていく、そっかそっか無理なかった、怖かったからだねって、感情からだん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 感覚にシフトして、それがセンサーなんです。だから感情にロックされている状態、体ってどんな形、こういう状態になっていました。皮膚の緊張なんです。情報は開示されないんです。それでいたわるってことで緩む、その隙間にエネルギーが入ってきて、センスが高まる、感覚がシャープになる。これ刃物で来て、いてててとてもじゃないけど切れない、冬の寒いな、 T シャツでなんていられないなんて。今日はさっきね、空調やりましたけど、暑い寒いって何を基準としてどこでキャッチしてますか。目じゃないですよね、ベロでもないですよ、皮膚ですよ。じゃあ暑い寒いって、その暑さの違いって何かって言ったら、この空気中の水分子の振動の差ですね。暑いってことは水分子、この空気中に水分が今日の何パーセントぐらいですかね、ありますけど、その水分子の振動が激しいわけ、ね、で寒いってことはそれが緩やかで、その振動をキャッチするアンテナなんですよ。だから感覚センスがどん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 高まる、皮膚感覚が高まる。だからその皮膚感覚がどのくらいかっていうのはちょっと鈴木さんすみません、僕の腕を上からグッと腕です、うん、僕がこう上げようとしますから、ずっと全部の体重を抑えてます。これは叶えませんよね、体重だけ。ここは力くらい、売り言葉に変えると、上げようとして、だから力持たなきゃならない、でもこれは叶わない、体重を抜ける。でもこれは合気道のやり方ですと、今度はこれベクトルを変えるやり方、ね、上から抑えられたらこういうふうに返すことによってベクトルが変わる。でも次に僕がやるのはこれはやらないです。いいですか、これでいっちゃうんです。でも違う、これは何をやってるかって言ったら、頭の中で音のエネルギーです。これは頭にある言葉で問題ないということ。あれ、これは何をやったかというと、掴まれた時に僕は緊張するんですよ。でも僕が問題ないっていう音を頭の中に回したら、その音が微妙ですけど緩んだ後。
緩むんですよ、音が。ネバべきだって緊張しちゃうんですけど、問題ないとか、そっかそっか、愛してるけど、ありがとうとか、縦の言葉のエネルギーっていうのは緩みをつけるんです。定期的に言えばマイナスでいいんです。緊張プラスでいいんです。だから鈴木さんがぐっと抑えた、ここには僕もプラスでいくと、緊張と緊張で反発し合ってますよね。だから力の強い方。でも僕が問題ないとマイナスで、波動で緩んだ波動を伝える。そうすると皮膚っていうのはさっき言ったみたいにセンサーですから、鈴木さんの皮膚が僕からの緩んだ波動を受け取る。だからフワーンと独特の力が入らない、フワーンとした感じ。それはだから皮膚感覚ですから、ちょっとすいません、皮膚ですから触らなくたっていいわけですね。いいですよ。例えば僕はこういうふうにこれを押してるんです。わかります？これが気の原理なんです。押される感覚、どうでしょう？なんか圧迫感ありますね。なんか押される感覚、押される感覚。だからあれやればいいですか？だからこれ武道やってる人にパーンときます。だから気っていう世界は実は皮膚感覚、それは念のエネルギー、言葉のエネルギー、その念のエネルギーを高めていくには、何度も言いますけど、パソコンのフリーズを解消したい。でも我々は超越体験がないから、フリーズしてるってことがわからない。超越体験でもあればね、あ、こんなにフリーズしてる、緊張してるんだってわかるけど、でもその超越体験、小田先生みたいに絶対この体験待ってたってね、日が暮れるだけですから、自分をいたわるっていうことのエネルギー、自分を割っていく、そこにエネルギーが入ってきます。だからそれをやってもらえば、一人一人がいわゆる点とつながれる状態、別の言い方すれば、アダムとイブのリンゴを食っちゃったために生命のエネルギー入ってますけど、冷戦は分断されちゃった。ところが先福さんが説明されたように21世紀また霊視退場して、特に僕が受けているのは2014年からまた冷戦の接続が始まっています。ですから冷戦の接続が、自然界のエネルギー自体接続がセットされてどんどん強まってますから、我々はその音のエネルギーに乗っかってきています。難行苦行の時代じゃなくて、音のエネルギーに運ばれたいんです。これで可能なんです。それが涅槃。お釈迦さんは涅槃、悟りの境地涅槃って言ってるけど、その世界っていうのは全部音のエネルギーを運んでる世界なんだけど、その悟りに行くためには音のエネルギーに運ばれよう、いたわるっていう上の音、愛と感謝といたわりのその質の音に運ばれよう。売り言葉を買わないよ、売られたって問題ない、問題ない。それで消えてる。でもこっちの、こっちの涅槃やったらおでぶの道が開かれちゃうんですけど、こっちの涅槃をしたいね。でさらに音のエネルギーに乗っかっていく、それを高めるにはフリーズ解消、ロック解消、大転身を行いましょう。だからこの皆さん、これが張ってるんですね。だから大割って始まるでしょ。これをいたわって、この仙骨、これは副交感神経のモーターポイントです。これを緊張させてたら、知識は降りてこないんですよ、残念ながら。だからこれで終わって始まるっていう、本当の縦の宇宙の子になれる、宇宙の子になれる、それが始まる。
まあ、今日は短い時間でも追ってますから、まあ、とにかく今日は皆さんに自分をいたわるってことが上とつながる、さらにこれで、さらに言えばこれ、人間の体っていうのは水でできてます。膜でできてます。膜の中に水が入ってます。で、これがなんで効くかったら、緊張してる筋膜っていう膜でつながってるんですね。で、ここにテンションをかけるってことで、歪みが解消されるでしょう。そこでこれなんでそこに気づいてたかっつったら、細胞膜の緊張、細胞膜ってメンブレーン。脳のね、ブレインとね、発音が一緒なの。これちょっとスペルあれだね。だから細胞膜が情報をキャッチするんだよ。で、だからこの緊張を取ればいいんだなって思ったのは、膜って字がすごく面白い。これに火を入れます。だから膜にエネルギーが入る、これは切ってるエネルギーですよ。つまり細胞膜の膜の緊張を解くと暮らしに通じる月月、つまり分かりやすく言えば今まで培ってきたその知識、こういう内容が暮らしに投影する生活化なんです。だけど膜が緊張してたら生活に下ろせない、残念ながら。それで体のスピリチュアルっていうのを僕がブログに元だと体のスピリチュアルってタイプで、まあ、その辺のところはアプローチしてますから。これで検索してもらうと、まあ、ちょっと参考になるようになればと嬉しいですけど、よかったらアクセスしてみてください。まあこんなことで、はい、どうもありがとうございました、はい、先生。本当にこの東方実践的に究極のところに住んでいる方が深谷先生だと思います、詳しいことはそのこの東方と体のスピリチュアルというのも先生に質問がありますから、それを開いていただくと先生の教えがとっていいよく聞いていただきます。ぜひぜひご覧になっていただきます。それでは時間が来ましたのでですね、これから温かくしてというところで、どうぞもしよろしければ預けるようにお伝えください、それから次回ですが、5月はですね、5月の25日、はい、5月の25日水曜日に、D 教室でやるということになります。 D、 ここが D でちょっと違うところです、はい、またご案内皆さんに連絡させていただきたいと思います。で以上でもご用させていただきますが、なおですね、ご希望の方は懇親会この後